吹奏楽部の皆さんです。ではですね、ご準備いただきましょうか。どうぞ皆さん、ご準備ください。でその間にですね、もし、もうマイクはお渡ししましょうかね。はい、ではお願いいたします。こんばんは、吹田高校吹奏楽部です。今回演奏するのはアップテンポな千本桜とコンクールで演奏するリバーダンスです。では盛り上がっていきましょう。
Thank you.
ありがとうございました。吹田高校吹奏楽部の皆さんの演奏でした。では楽器を片付けていただいている間にちょっとインタビューをしたいと思いますが、はい、ありがとうございます。ではまずあの学年とお名前をお聞かせください。2年生の佐々木真由です。佐々木さん、いかがでしたか？皆さんの前で演奏して感想をまず聞かせてください。緊張したんですけど楽しくできたので良かったです。はい、ありがとうございます。佐々木さん、楽器、何の担当？ドラムです。ドラムはいつから始めたんですか？高校入ってからです。高校入ってから、じゃあまだそんなにいっても2年経ってない？難しくなかったですか？めっちゃ難しいです。めっちゃ難しいですか？なるほど。でその吹奏楽の楽しさってどんなところですか？みんなバラバラのことをしてるんですけど、最後はみんな同じものを作り上げてる楽しさです。なるほど。だから難しくても頑張れるかということですね。今後の目標って何かありますか？とりあえずコンクール出るので金賞取れるように頑張りたいです。わかりました。ではぜひ金賞を取っていただけるように皆さんで頑張ってください。はい、ではインタビュー、ありがとうございました。佐々木さんでした。ありがとうございました。頑張ってください。トップバッターの吹田高校吹奏楽部の皆さんの演奏をお聞きいただきました。